なんということでしょう。この私がお子様相手に一発でやられましたけど。ということは、エーテル財団とスカルダンはつながっているということか？エーテルパラダイス。船着き場までは無事に来れたか。だが不穏な雰囲気だ。お前ら気をつけろよ。なんでエーテルパラダイスなの？さあな。なんでこっち見た？で、どうするの？探すの？とりあえずエレベーターに向かうか。とりあえずって言ったよ。この人ノープランだよ。私に語りかけないで。気をつけろと、エレベーターホールに向かおうろと、気をつけろとって言われた。なんだかドタバタしてますけど、マリエシティまで戻られますか？あ、戻っていけるんや。かしこまりました。ご利用の際はまたどうぞ。じゃあいつでもここに帰ってこれるってことかな。じゃあとりあえず、エレベーターホールってどこ？こっち？え、敵？なぜ？侵入者発見。死ぬ気で退治します。え、あなたエーテル財団の人だよね。私侵入者じゃないんですけど。エーテル財団の職員が勝負を仕掛けてきた。え、めっちゃ悪そうな顔してんだけど、エーテル財団なの。お、ダグトリオ。そうよ、アローラのダグトリオ。なんて間抜けなんだ。何あれ。なんなのあのロン毛。てか地面タイプに地面タイプが効くんだな。それともアローラのダグトリは地面タイプじゃないんだろうか。それはないよね。ハビゴン10万馬力。おいし、効果抜群。あれはカツラなの？生えてるの？ヌメイルって誰だ？わからんけど、なんか水ポケモンっぽい感じかな。そのまんまで行こう、とりあえずね。ヌメイル。あ、これってあれじゃない？これのさ、進化前のポケモンが、不思議のダンジョンで出てきたよね。名前忘れたけど。名前忘れたけど。なんかこれの進化前のポケモンが、前回私がやりよった不思議のダンジョンで、さらわれんかったっけ？ん？あれは違うやつか？わからない。本気を出す攻撃。おいしき。プチッと。なんかあんまり見た目変わってないよね。ちょっと上に伸びたかなっていうぐらい。おい、出発。さあ、最後の一匹は。あれ？二匹だけやった？どういうことだ？どういうことだ？どういうことだと言われましても、こういうことだ。お前ら強いつもりだろうが、エーテルパラダイスはでかいぞ。わかってるよ、一回来たよ。え、でもエーテルパラダイス、こんなとこだったっけ？どんなトレーナーだろうと追い返すよう言われてるのよ。なんでなんでなんで？今徹底的に排除されてるのみんな。やっぱりほら怪しいやん。確実にスカルダンと繋がっとるやん。エーテル財団の職員が勝負を仕掛けてきた。こういう感じの人やったんや。なんかいつもさ、バイトとかで協力してきたけど、アップでこうやって顔見たら、なんか怪しげな人ばっかりやん。絶対協力したらいかん感じよね。ポケモンの情報を集めてどうするんだよって感じ。絶対守る気ないやろ。さあ行くよカビゴン。Z パワーを体にまとった。さあ全力の Z 技。キラーン。本気を出す攻撃。いけー。カビゴン Z のさ、マークってどうなったんやろ。カビゴンっぽいマークになっとったりするんかな。そういえばよく見たことないけど。おし。さあ、来い来い。ネオラント。ネオラントってあれじゃない？水ポケモンよね。あれ？そのまんまにした。そのまんまにした。私入れ替えたつもりやったんやけど。
まあいいや、ギガインパクトで。ネオラントかわいい。ねえ、かわいいね。すげえ、ギガインパクト。いや、大抵はもう、Z 技かギガインパクトでいけるね。よし、カビゴンレベル61。イェーイ。ちょっと、強すぎて追い返すなんて無理無理。ザオボーのやつ、自分では戦おうとしないんだよね。ザオボーって誰やったっけ？なんか名前聞いたことあるの。ねえ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 、こっちだよ。侵入者見つけれなくてどうするの？あんたが誰だろうがぶっ潰す。お金とかいろいろあるのよ。何お金とかって。別に私お金盗んでいったりしないよ。エーテル財団の職員。エーテル財団とは一体何なんだ？ポケモンを保護するんじゃないのか？一系カビゴン。この子相手には水タイプの技の方がいいんじゃないかと思うんやけど、あ、でもドラゴンタイプか。ということは？わからないから Z パワーでいこう。本気を出す攻撃。さあ行くよ、カビゴン。カビゴンは Z パワーを体にまとった。おいし、全力の Z 技。シャキーン。本気を出す攻撃。いっけーい。なんか防がれそうな感じが。大丈夫？なんかすごい殻硬かったりせん？あ、よかった。普通にやっつけれた。なんかちょっと一瞬ダメなんじゃないかっていう気がしてしまった。ケララッパー。ケララッパということは、ピカチュウで行こう。ケララッパ久々に見るなぁ。ねえ、前まで、うちでもすごい大活躍してくれよったけど。ケララッパ結構強いんよね。さあ行くよ。ピカチュウ、10万ボルト。ピカチュウといえばっていう技よね。効果は抜群だ。よし。ああ、賞金、賞金？やっぱりなんか怪しげな。エーテルパラダイスにはいろんな顔を持つ人間がいるのさ。今のところ怪しげな人しか見てないんだけど。あ、あそこや。侵入者に使われるポケモンがかわいそうだな。てか、グラジオさ、エレベーターホールについてるのにさ、なんでその辺いっぱいみんなうろうろしてんの？倒しといてよ。それか何？みんなの目をかいくぐって隠れつつ行ったってことか？ずるいわ。私にばっかり押し付けて。あ、かわいい。これアローラのパラセクト？なんかキノコの色が違うんだけど。普通のパラセクトってキノコの色赤いよね。なんかこの子、この子ピンクなんだけど超かわいい。くそ、今一つだった。一発でいけるかなって思ったけど。いや、やっぱりギガインパクトじゃないといかないか。カビゴンギガインパクト。技の威力が全然違うね。おし。なんかアローラバージョンのポケモンって何種類おるんやろうな。ねえ、全部見たいね。ビブラーバー、あれあれ虫タイプのポケモンよね。ということは、ちょっとウィンディ行ってみよう。あれやろ、なんかスズムシみたいなポケモンやろ。違うかな。あ、全然見た目は違った。思ってた見た目とは違ったけど、まあ、虫ポケモン。いけ、ウィンディー。弾ける炎。え、効果今一つなの？虫じゃないの？あ、やばいやばいやばい。効果抜群じゃねえか。いけ、ウィンディー。熱風。雷とかにした方が良かったかな。フワライド。フワライドは何タイプ？エスパー？何やったっけ？草？
うん、わからねえ。火炎放射。ウィンディ、火炎放射。よし、一発よかった。でも効果抜群じゃなかったけん、草ではなかったね。ふん、侵入者のくせに、大して腕前じゃないか。てか、そもそも、大して腕前がなかったら侵入すらできないでしょう。しようと思わないでしょう。お前らが来たからなんだろ？パラダイスが物々しいのは。違うだろ。あたしらじゃなくって、スカルダンだろ。状況がわからないよ。なんでエーテル財団の人に襲われたの？そこよ、そこ。空気がよどんでいる。俺が何とかせねばな。どういうこと？あ、あそこに道具が落ちている。ま、そうだろうな。動かないの？何してるの？地下に降りられるのは関係者のみのようだな。分かっていたが、かなり来るもんだな。仕方ない。上がるぞ。あ、上には行けるんかい。エーテル財団の支部長といえば、世界にただ一人、このザオボーだけでございます。おやおや、招いていないのにまたいらしたのですか？言わなくても要件は分かっているよな。ザオボーともあろうお人なら。グラジオ様、世間に揉まれたようですね。ですが教えられません。あなたともあろうお方なら、理由は分かっていますよね。そっか、ザオボーってこいつか。あゆな、ポケモン勝負の前では、大人も子供も無関係だ。はーん、そうですか、そうですか。エーテルパラダイス最後の砦と呼ばれる、この支部長、ザオボーにお子様の相手をしろと。よろしいでしょう。最後の砦？ってことはこの人を倒せたらもう他に敵はいないわけね。よっしゃ、やってやるわ。来いよ。なんかムカつく顔したやつやな。エーテル支部長のザオボーが勝負を仕掛けてきた。お、スリーパー。え、一匹だけ？なんだなんだそれ、舐めてんな。舐めてんなこいつ。スリーパーか。ってことは何が効くんだ？噛み砕く。はい、一発。最後の砦弱。もろ。あかんやん、こんなん、最後の砦やったら。ギャヒー。絶対ここより上おるやろ。うわ、めっちゃおろおろしだしたよ。なんということでしょう。この私がお子様相手に、一発でやられましたけど。あゆな、すげえ。ザオボーさんも強いのに。強さの片鱗も見えなかったけど。ザオボーともあろうお人なら要件分かっていますよね。くっ、皮肉が言えるほど世間に揉まれましたか。コスモックとやらがいるとしたら地下かもしれませんがね。地下？そういやこの前ビッケさん言ってたっけ、揺れたのは地下でしょうかって。ねえねえ、何してるの？何かの研究？そう、私はですね、世界を切り開く実験とだけ聞かされておるのです。はい、急いでもらえるとありがたいんだがな、ザオボー。はいはい。これは支部長である私の優しさのなせる技ですよ。優しくないわ。優しいんなら最初からしろよ。アイナ、ハウ、準備ができたら降りる。了解。これでいつでも行けるってこと？準備できたか？まあうん、オッケー。行くぞ。一気に地下まで行くの、これで。なんか怪しげな罠やな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。